疲れ様でした。はい、どうですか今日コーダ法やったり。あ、コーダ法すごい気持ちよかったです。よかったです。はい、あと足のリフレ、はい、痛かったですね。でも終わってどうですか、リフレやってる時痛いですけど気持ちいいです ね、 ね、終わるとこうスッキリ感が ね、はい、あるの で、 そうですね、割とやっぱ受けた方はそれが病みつきになるというか、うん、あ、そうですね。あとすごいよく眠れたりとか、靴がサッと履けて、なんかブカブカになってるとか、すごい食欲が湧くようになったりとか、うん、心なしやっぱり、去年より足が細くなった。ああ、そう、でもそうですよね、むくみもっとありましたもんね、なんかすごい、ああ、そうそう、全体的に、はい、確かに足がやっぱ綺麗になってますね、やっぱり受けるとね、流すとすごく違ってきますね。確かに、うん、あとは今日はお腹もね、はい、していただいて、はい、うん、どうでしたか、どうですか。でも、ね、やっぱりデリケートゾーンのかゆみが来る時まであって、うんうん、あ、これちょっと帰り塗り薬買わないとなと思ったけど、はい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 、今お腹やってもらったら、はい、収まりました。あ、そうですか、よかったです、はい、結構ね、まあ、悩んでる方多いですよね。そうですよ ね、 ね、ちょっとまあもともと肌が弱いとか、うん、なんかあると結構ね、そう、最近ほんと弱くなっちゃって。あ、そうなんですね。良かったです。良かったです。そうですね。はい、やっぱその気分も違いますしね。楽になるとね。はい、背中の痛みとかはどうですか。あ、もう、はい、あの肩甲骨本当ずっと痛かったんですけど、はい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 、そこやってもらえたんで、はいはいはい、楽になりました。良かったです、はい。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。はい。はい。ありがとうございました。はい。